お前か。待っていたぞ。なんじゃお前さん、何を身構えとるんじゃ。時の海王神様、俺たちに何か用ですか。何です、俺の顔に何かついてますか。お前たちを呼んだのは他、一緒に探してもらいたいのだ。時の海王神様、時々に嫌われすぎじゃないですか。お前さん真面目なのはええんじゃが、どうも悪人っぽいからの。ひどい。私のどこが悪人っぽいというのだ。まあええわい、みんなで呼んでみるか。おーい、トキトキー。いいね、実に面白い歴史のねじ曲がりっぷりだ。さすがにやりすぎかな。そろそろ吸収させてもらうよ。バイバーイ。なーに、不思議そうな顔して。体の調子でも悪いんですか。顔色はいいみたいじゃがの、ぼーっとしとっただけじゃないのか。あのね、のほほんとしてる場合じゃないのよ。非常事態なんだから、しっかり聞いてちょうだい。コントントに新たな時の裂け目が4つも発生してるのよ。しかもその裂け目の調査に向かったタイムパトローラーたちが悪の木の影響を受けてのう、凶暴な心に支配されてしまい、見境なく暴れ回るようになってしまったんじゃ。今は俺たち2人で抑え込んでいますが、時の裂け目の調査までは手が回らない状態です。そこであなたに時の裂け目の調査と弱体化をお願いすることにしたのよ。何度も歴史改変の修正に当たったお前さんは、時の裂け目の影響を受けにくくなっておる。おかしな影響を受けることもないじゃろう。しかし一人で調査に行ってもらうのは危険ではないですか。今回の時の裂け目が自然に発生したものとは思えません。トワやミラがいなくなってからも何度か歴史改変が発生しています。やはり何者かが裏で動いていると考えるべきではないでしょうか。そこはちゃんと対策を考えてあるわよ。調べたところ、今回の時コントントの住人に悪影響を及ぼすようなの。つまりコントントとは別の歴史から来ている人なら影響を受けないということよ。さあいらっしゃーい。あなたの担任の先生を呼んできたわ。これならチームワークもバッチリよね。いいんですか。歴史に影響が出たりしませんか。
時の裂け目は本来の歴史と切り離された時空だから、そこで何が起きても大丈夫よ。ま、そうじゃな。小安が入っても問題はないじゃろう。そういうことでお願いね。よくわかんねえけど、強い奴らと戦えるんだろう。俺らも一緒に行くぞ。じゃあ、一つ目の時の裂け目に案内するわね。ここよ。どんな歴史がどういう風になっているのか、中に入ってみるまでわからないわ。私とおじいちゃんは時の巣からサポートするから、あとはよろしくね。ここはどこじゃ？何にもない世界じゃの。おい、どうしたんじゃ？そこはウィスさんが作った空間ね。精神と時の部屋みたいなものよ。神の木に満ちている場所だから、うまく木をコントロールしないと動けないわよ。お前たちならできる。ほい、頑張れ、頑張れ。ここでは悟空くんとベジータくんがスーパーサイヤ人ブルーになる修行をしていたはずだけど。ベジータさん、また心が乱れてますよ。誰じゃこいつは。あれあれ、君たちはタイムパトローラーだよね。そっか、ここまで来ちゃうんだ。ってことはここもダメなのかな。正体は分からんが、こいつが時の裂け目が生まれた元凶じゃろうな。とりあえずぶっ倒してからゆっくり話を聞かせてもらいましょうよ。やれやれ、自己紹介くらいは先に済ませたかったんだけどな。怪しいものじゃないよ。君たち一体何を焦ってるんだい。ここは敵の魚の中なんでしょ。割と始まりませんが、無関係な場所なんだから、どんな風に歴史を改変したって問題ないはずでしょ。さっきとは違ってさ。そこがどう改変されたって別に影響はないから。それでここに。
信じてもらえないかもしれないけどさ、この敵の裂け目もタイムパトローラーたちのことも僕がやったんじゃないよ。ちょっとタンナ、どういうこと？時の裂け目も調査に来た人たちのことも何とかしてあげるよ。だからちょっと僕に協力してもらいたいんだ。協力ですって？おい、いい加減こいつらのことを説明したらどうだ。俺たちの修行を放っておいていきなり戦い出しやがって。ウィッシュさんとあんないい勝負するなんて、おめえら何者なんだ？あなたたちの特訓のために連れてきた方々ですよ。なんだよ、そういうことは早く言ってくれねえと。こっちはさっきからうずうずしてたんだ。とっとと始めるぞ。ここは僕に話を合わせてほしいな。力についてこれるか？悟空もベジータもこいつらこいつはまずいんじゃないのか？まあまあ、悟空とベジータがブルーの力に目覚める前に悟空をぶつけて歴史を改善させる狙いはいいと思うけど、あんまり楽しくないんだよね。僕にもっといいアイデアがあるよ。とにかく今は戦うしかない。これがゴッドの力か？違うわ！変身させてもらう。ん？スーパーサイヤ人ゴッドか。違う、なんと、スーパーサイヤ人ゴッドはスーパーサイヤ人。
これでどっちのカカロットが強いか分かる。俺の方が強い。俺だ。オラだ。なあ、やっかましい。どっちも同じか。返すこともなるぞ。俺の方が強いようだな。おいっちょい。自分の力を持ってどうするのは大丈夫か、カカロット。元気だぞ、ベジータ。お前が元気だぞ、ベジータ。あんまストレスためんなよ。その通りだぞ、ベジータ。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。僕がエネルギー吸収しちゃったから時の裂け目が消滅したでしょ。ここで洗脳された人たちも今頃元に戻ってるはずさ。いやー、それにしても面白いね君。スーパーサイヤ人4の悟空とベジータを相手にあそこまで戦えるなんてびっくりだよ。ああ、たまんないな。端から端まで研究してみたいな。ねえ、ちょっと血を取らせてもらってもいい？大丈夫、ほんの一滴だけでいいから。ダメ？残念だな。おっと、いけない。そろそろ戻らないと。ねえ、僕と一緒に来ない？君のことじっくり研究してみたいな。コーラー！残念。でもまたすぐ会えるから、その時にね。ああ、もう逃げられた。こりゃ置いていくんじゃないわい。自分で起こした歴史改変のエネルギーを吸収しちゃ、信じられない能力ね。じゃが自分の手で歴史改変を起こすとは素直に賛成できん話じゃの。そうね、いくら時の裂け目の中の出来事が本来の歴史とは関係ないとは言ってもね。とはいえ、今回の異変をあいつが解決したのも事実だわ。フューが何者なのか、どんな目的があるのか、わからないことだらけだけど。残り3つの時の裂け目の対応と、この異変を生み出した黒幕の調査が残ってるわ。そうじゃな。フィウの言葉を信用するなら、黒幕はまた別におるはずじゃからな。フィウのことも警戒しつつ、準備ができたら時の裂け目の修正を進めましょう。
準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。僕すっごく期待されちゃってるね。それは裏切るわけにはいかないな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではヒューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。あ、意外と話がわかる感じ。やったね。じゃがあんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まだまだ当たりが厳しいな。悪いようにはしないのにね。ちょっと、さっきから何キョロキョロしてるのよ。大丈夫？もう、しっかりしてよ。あなたが頼りなんだから。ま、俺らとこいつなら大丈夫さ。な。じゃあ、時の裂け目に案内するわね。いつも通りに歴史を修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら、前哨というのはどうだ。貴様らか。どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し、完全体になった素材なのだぞ。この歴史とやらには、孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。なるほど。少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはないんだけど、そんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで、今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。まあ旧型か。次から次へと。まあいい。セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この年がまとめて相手をしてやろうはありがたく思うのだな。
僕のエネルギーアップを手伝ってくれるんだね。さすが話がわかるな。助かっちゃう。本当に大丈夫なんじゃ。この子の力を信じましょう。ゲームか。懐かしいな。ご飯たちが行ってもお前たちがすぐに倒すんじゃろうが。もしよかったらこの世界の孫悟飯君たちを呼んでみんなでソルゲームを開催してもいいんだよ。ホントか、この歴史のベジータとは戦えるのか。セルゲームの開催は心がこの…ようやく見つけた孫悟空、お前の孫悟空わざわざそっちから来るなんて随分と怖いの知らずに思う。よかったじゃない、さっさとやっちまおうよ。セルゲームの主催者人造人間反応に届かないと宣言のルールに従ってもらう。貴様の聞いたルールに従う理由はない。俺たちの目的は孫悟空の真っ先だ。ルールを変更しようよ。一番早く孫悟空を倒したやつの勝ちって言うんだよ。それはいいアイデアじゃん。どんな手段を使っても最後に孫悟空にとどめを刺せば勝ち。それでどうだ。どうも三つ目私の孫悟空を殺すのはお前たちに無理くわりにする。孫悟空セルゲームで戦ったのか。やっぱ本気出してなかったんか。戦闘力は桁違いに増加した。そのは数値をはるかに超えていた。どうしよう。せっかくのセルゲームをめちゃくちゃにしようって。そんなやつだ。ただし今回は特別だ。私たちの誰が一番早くお前を倒せるか。ファインクライアル。へへ、面白くなってきたじゃねえか。わかって、おめえらに負けるつもりじゃねえか。やっか。あいつら全然疲れねえんだもんな。さーて、どうしたもんかな。その孫悟空、やるはずだ。いつでも力を隠していないで本気を出せ。ほら、もう私はもうとっとっと。やっぱおめえらにゃお見通しだった。
そんじゃこっからはオラも手加減はしねえぞ。やるじゃんか、そんじゃここまでやるなんて。もうバテちゃったな。あんたの代わりに私が孫悟空を倒してあげる。そこでゆっくり休んでないの。うるさいな、黙って見てろよ。これからがいいところなんだからさ。私に押されてるだって。なんてやつだ、ムカつくね。お前の戦闘孫悟空には勝てない。我々は俺に負けた。いずれにしても俺が奴にとどめを刺せば俺たちの目的は達成されるんだからな。わしらに言うんじゃないよ。あんたなんかにいいところを取られてたまるか。思った以上損傷が激しい。これ以上ダメージを受けるのは危険だ。旧型にすれば運転したのやないか。最上はグリーンをすすればいいぞ。孫悟空のことは私に任せる。地上の隅でおとなしくして、体が壊れる。孫悟空を抹殺する。この俺だ。やったな。この調子で腕磨くんだ。結局こうなるのね。人造人間もセルも倒してしまいおって、まさかとは思うが、悟空のやつただ戦いたかっただけなんじゃなかろうな。ぎく何言ってんだじっちゃん。オラこの歴史のために頑張っただけだぞ。はあ、さっきギクッという心の声が聞こえとったぞ。みってね。まあいいわい。それにしても今回は何とも言えん終わり方じゃったの。そうね、人造人間たちの乱入はあったけど、結果的にはセルを倒して世界を救っちゃったわけだし。さすがのフューも、今が。ところが、そうでもないんだよね。歴史っていうのは、いろいろな出来事がつながって、大きな一つの流れを作っているんだよ。君たちの活躍のおかげで、セルゲームは開催されず、この世界の誰もセルとは戦わなかった。それによって、この世界の孫悟空は死なずに済み、サタンも世界を救った英雄にはならなかった。今、この瞬間に発生した改変が、この世界の未来に、どれだけ大きな歪みを発生させたと思う？そんなわけで、今回もたーっぷり、エネルギーが手に入ったんだ。じゃあそういうことで、また次も頼んだよ。バイバーイ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。
しかしまあ、今回もフィーの力を借りてしまったわけじゃが。結果的に、時の裂け目の力は弱まってるわけだし、君の決断は正しかったってことだと思うわ。もっとも、黒幕の正体はまだわからずじまいだけど。いや、黒幕なんぞ本当におるんか？やっぱり全部フィーのやつがや。可能性はあるけど、やり方はどうあれ、あの子が歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしじゃな。まあ、今はわからないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なあ。時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。それじゃあ、三つ目の時の裂け目の修正を始めましょうか。時の裂け目の影響で、混沌とが不安定になってきているの。あまり長い間、放置するわけにはいかないわ。言ってくれるわね。フューは、いないわね。もう中に入っているのかしら。さて、今度はどの歴史に行くことになるのか。ちょっと楽しみね。なんて、お気楽すぎかしら。まあでも、あなたならきっとなんとかなるわよ。それじゃあ張り切って、行ってらっしゃい。もうちょっと強いのかなと思ったがな。俺に出させてくれよ、本気を。あえもそろそろ実力を見せたらどうだ。力隠してるんだろう。いいだろう。今度の歴史改変ではダーブラは生き延びているのね。おい、あそこじゃ、フィーがおるぞ。今回はこういう思考でどうかな。今度は誰を連れてくるつもりなんじゃ。あれ、私生きてる？それにあれは、魔人ブー？あなたは誰？僕のことよりブーのことだよ。あいつは地球のみんなを滅ぼしてしまったんだ。それだけじゃない。神の神殿にいたみんなも、君の大事なゴハン君も、ブーは吸収してしまった。そんな。でも、全員がいなくなったわけじゃない。ほら、地上を見てごらん。あ、パパ！敵は2対1。このままじゃ、せっかく生き残ったパパも殺されてしまう。パパを守らないと。ああ。そうだね。僕が力を貸してあげるよ。さあ、彼女と協力して、もっと歴史をねじ曲げてよ。
またややこしいことして。早くビールを押して正気に戻すんじゃ。今ならまだ歴史を修正できる。何なのあなた、私の邪魔をしないで。彼女には気の毒だけど、ここでブーを倒させるわけにはいかないわ。ここで食い止める。つまんないな。それだと僕のエネルギーにならないじゃないか。じゃあ僕の出番はないね。バイバイ。あ、逃げちゃった。まあいいわ、まずはこの歴史の修正よ。スーパーどいて。エイジは私が倒す。あなたも強いんだ。私に協力して。おめえの気持ちも分かったけど、ルナイちゃん、オラたちの話で。かわいそうじゃな。行かせるわけにはいかん。ブーは一つずつ任せるもの。悪いことをしているみたいですけど、あの子もあまり痛い技を持っているんだぞ。次はダーブラじゃ。こやつがいなくなれば歴史は元に戻る。ほう、私を止めるつもりだが、そう簡単にうまくいくかな。神々の手先で。な、今、ロックだろ。こやつ、タイムパトローラーだぞ。行くのか。海王神に伝えておけ。我が妹とは夫に負けた恨みは10倍にして返してやるとな。この調子で腕磨くんだ。消えた。地球の、いえ、その歴史のどこにもいない。時空ごと移動したみたいね。ともかく、これであとはベジットとブーだけになったわね。あとは
本来の歴史の流れ通りになるはずだわ。一旦帰ってきてちょうだい。お帰りなさい。今回もよく頑張ったわね。大変なことが分かったの。国蔵庫まで来てくれる？これはダーブラがクッキーにされてブーに食べられた歴史よ。この歴史が密かに改変されていたのよ。しかし、特に異常は見られないようですが。まあ、見ておれ。これは…わしらが歴史改変に気づかないよう、魔術で細工しておったんじゃ。おそらく、トワが国蔵庫に現れた時、あらかじめこの歴史に干渉したんでしょうね。あの時ですか。ダーブラはトワに救い出され、密かに力を蓄えていたんじゃろう。そして復讐のチャンスを狙っていたんじゃ。では、今まで密かに歴史改変を引き起こしていたのはダーブラで間違いないでしょうね。あやつはトワの兄であり、暗黒魔界の王。これまでの歴史改変の規模や大きさを考えても、かなりのエネルギーを蓄えておるじゃろう。今のあやつの実力は、魔人ブー復活の時とは比べ物にならんはずじゃ。なるほど。かなりの強敵だと思っておくべきでしょうね。ピューのこともわからないままだけど、ダーブラは危険な相手よ。次の時の裂け目でも出てくるかもしれないわ。気をつけてね。の修正ね。気のせいか、修正が進むたびにややこしい歴史に飛んどる気がする。次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よく気をつけて観察するんじゃぞ。俺たちはコントントの守りに当たるので協力できませんが、頑張ってくださいね。フィューのこと、あの子にはいろいろ聞きたいことがあるわ。できれば捕まえるか、動きを止められないか試してみて。あ、もちろん時の裂け目の解決が最優先よ。フィューのことはその後でいいわ。それじゃ、行ってらっしゃい。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。ザーマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れて、トランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザーマスとロゼの他に一人いるわ。あれはジレン、第
11宇宙最強の戦士じゃ。なんでこんなところに。決まってるでしょ、ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ヒレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。ヒュー、かわいそうなトランクス、彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。エヴァ・タンピオン、南の銀河の勇者よ。見たことのない奴じゃな。トランクスと知り合いのようじゃな。別の歴史交流があったのよ。タビオンもジレンもこの歴史にはおらんかった存在。二人を倒して歴史を修正するんじゃ。もしくはヒューの歴史改変を手伝ってタビオンとトランクスに加勢するかね。歴史を修正するのね。じゃああとは任せたわよ。俺の邪魔をするつもりか。まとめて消してやる。オムライティか。こりゃ張り切っていたねえとな。トランクスの仲間でも奴でも仲間でもない。お前はただ戦いたいだけなの。くれたんですね。先ほど来ていた人たちも父さんの仲間ですか。何の話だ。え、冬がいねえ。どっかに行っちまったみてえだな。ま、いっか。歴史も元に戻せたし時の巣に戻るぞ。今のはちょっとやばかったな。
おりゃ、いつもなら時の海王神様たちが、なんか様子が変だぞ。気になんな。コントントの方行ってみっか。石になってる。これ一体どうなってんだ。国蔵庫に向かった方がいいな。ここで何があったんか調べねえと。時の裂け目から戻ってきたのか。だがもう手遅れだ。時の行進は間もなく死ぬ。そうすればこの時の巣も消滅する。この世界の歴史もろともな。すべてを救いたいならついてこい。バナかもしんねえけど、オラとおめえなら大丈夫だろ。とにかくぶっ倒せばいいんだろうな。この火球は私が死なない限り消えることはない。せいぜい苦しむがいい。トアの仇であるお前だけは私の手で殺してやりたかった。決着を急がねばならんぞ。時の海王神ごとお前たちが消え去る前に私を倒さねばならんのだからな。私も別の歴史から助っ人を用意させてもらった。世界の危機だかなんだか知らんが、俺にはそんなことは関係ない。俺の目的は語ると、貴様をこの手で倒すこと。バーブラの野郎に貴様を倒されるくらいなら俺の手で貴様を殺してやる。いつ来たのか。ごめんも別の歴史から救出したのか。
着をつけるためにな。どうしてもおめえ、どうしてもベジータに私なら違う形だと思ったんだけど、そんな態度までこんなに似てるとは思わなかったぞ。そうなんだと思ってやがる。少しくらい歴史が違ったところで俺や貴様がサイヤ人の戦士であることに変わりはないんだ。どうなんかやっぱりやっとかかったな。ん？でもよ、そんなのおめえ、そんなとこ来ねえで、そっちの歴史の裏と戦えばいいじゃねえか。なんでわざわざこっち来てオラの邪魔すんだ。なあ、なあ、何これ。ただ、俺の目的は貴様と決着をつけることだったな。こうして再び貴様と戦えるチャンスが来たんだ。本気でかかってこい。よし、よかった。いっちょやっかい。その代わりオラが手加減はしねえかな。悪いけど、オラベジータと骨格つけなきゃなんなくなっちまった。おめえの実力なら、オラとおめえで世界を早く元に戻してまた一緒に修行しようか。私の力は以前とは比べ物にならない。これまで様々な歴史を改変してあったエネルギーを取り込んできたのだぞ。貴様らは手も足も出ないようにここで這いつくばって死んでいくのだ。かかるとこれは大家族様をこの手で倒す。アブラもジータも本当に強いな。こういう時このハートなんて、この名付けとこもうあまり本気でやってねえ。お前が負けちまったら全部おしまいなんだぞ。俺の実力はオラが一番よく知ってる。今こそ全部の力を解放して最後まで戦うんだ。出したらどうだ。俺に遠慮はいらん。全力で来やがれ。最初からこんなつもりだったけどな。ほんと頑張りするとすっか。おめえ、まだまだ追い詰められるか。だが、切り札を残しておいて正解だぞ。なかなかやるな。驚いたぞ。まさか私の力を超えるとはな。苦戦してるみたいだね。来るのが遅いぞ、フュー。ふん、こいつが何者なのか知りたかろう。教えてやるぞ。フィーはトワとミラの細胞から作り上げられた、
突然変異の実験体。つまりこいつは我が一族、私の後継者というわけだ。私がなぜ歴史改変をしてきたか分かったか？こいつにエネルギーを吸収させるためだ。フューよ、集めたエネルギーでこいつらを消し飛ばせ、そして暗黒魔界の復活を果たすのだ。やだよ。何？せっかく集めたエネルギーをそんなことのために使うなんてもったいないよ。このエネルギーでどんなことができるか、もっと研究と実験を重ねなくちゃ。こいつはトアの仇だぞ。おじさんには悪いけどさ、仇討ちとか暗黒魔界とか興味ないんだよね。僕は僕のやりたいようにやらせてもらうよ。この大バカ者だ。でも仕掛けてきたおじさんが悪いんだからね。まあそういうことなんだ。僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないの。それよりはエネルギーで実験したり、君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ。実際僕としてはエネルギーが手に入りさえすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど。でもあんまり希望のない歴史って悲しくない？君たちだってたくさん見てきたんでしょ？そんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよ。どうせならみんなハッピーな方がいいじゃない。もし歴史改変で宇宙全体が大変なことになるなら、そうならないように集めたエネルギーを使うとかさ、何なりと方法がありそうな気がするんだよね。そうだな。君、もし興味があるなら、ちょっと研究してみるからさ。でも君があんまり協力してくれないから、肝心のエネルギーがあんまり集まってなくてさ。もう一回だけ思い切って大きな歴史改変を起こそうと思うんだけど、別にいいよね。バカモン、いいわけないじゃろうが。やっと石から元に戻れたわい。おい、そんな危なっかしい奴、放っておくまでにはいかんぞ。なんとしてもここで止めるんじゃ。あれ？君は僕の味方だと思ったのにな。強引なのは好きじゃないんだけど、仕方ないな。Come on!
ちゃいそうだな。やったな。この調子で腕磨くんだ。やられちゃったか。魔術で幻を作ったんやな。今回は僕の負けだね。退散させてもらうよ。集めたエネルギーの面白い使い方が見つかったら、また教えに来るよ。じゃ、またね。バイバーイ。どこへ行った？早く終わんと。おじいちゃん、もういいわ。あの子は悪人っていうより子供よ。ただ、自分の研究に夢中なだけなのよ。悪人とは言えんかもしれん、善人とも思えんぞ。一応ダーブラにとどめを刺して、私を助けてくれたのはあの子よ。今回は見逃してあげるってことで借りを返すわ。そうか、時の海王神であるお前さんがそこまで言うなら止めんが。もしフューが何か悪さをしたら、この子にお仕置きしてもらうわ。いいわね。ダーブラを倒して歴史改変を企む連中との戦いもこれでようやく一段だね。今までお疲れ様。長い戦いに付き合ってくれて本当にありがとう。困ったちゃんが一人逃げちゃったけど、それもきっとなんとかなるって信じてるわ。だって、時の海王神様、だってみんながいるもの。ダーブラか、恐ろしいやつじゃったのん。トアが倒された後も俺たちを倒すためにずっと力を蓄えていたんですね。時の裂け目を利用してここまでやってくるなんて。混沌とのみんなを石にしちゃうなんて相当パワーを溜め込んでいたのね。あなたが倒していなかったら本当にこの世界の歴史は支配されていたかもね。しかし、ようやっとこれでどうにか元通りになってほっと一息じゃな。ううん、あと一つだけ仕事が残ってるわ。ヒューのことですね。そうじゃなくて、時々よ、あの子がどこかに行っちゃったの。え、まさかダーブラがどこかに連れ去ったんじゃ。いいえ、ダーブラがここを襲う寸前、私たちかくれんぼしてたのよ。時々を見つける前にダーブラが来たんだけど、その時も時々は声一つ立てなかったわ。多分時々はダーブラに気づかないまま、まだ時の巣のどこかに隠れてるのよ。やれやれ、しょうがないですね。
じゃあみんなで呼んで回ってみるか。おーい、トキ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 。よし、おめえさっきの勝負の続きだ。どっちが先にトキトキを見つけられるか競争しようぜ。